じゃないわよ。でさ、みやさん、チャットに送ったんだけどさ、うん、今さら三者面談って企画やろうかなと思ってさ、みやさんと誰かをこう対決させていく、はい、おしゃべりさせていくという企画やろうかと思って。誰呼んでほしいとかあります？全10回ぐらいやってもいいっすよ。ほんと？うん。まあ、舞本さんとルビルさんはまあ決まりで。呼んでほしい人。うん。デビデビデビル。おう！デビデビデビルいいよ。そう、パトラ。パトラ。うん。デビ。パトラちゃんとまともに喋ったことない。そうだっけ？通話ではない。チャットだとね、その、歌ってみたとかやったからあるけど。そうだよね。他どうすか？まず誰かいたかな、ホームページ見よう。ホームページって何？あ、マノルシア。え、マジ？なんかね、ねるちゃんがマシュマロかなんかしてるところで、うん、あ、なんか怒ってたよね、めっちゃね。チラッと見たような気がして。ほんと？うん、で、ちょっと私はクスってきてた。なんかマノルシアとさ、今更対談2人でやろうかなと思ってたんだけど、私がマシュマロでマノルシアのなんかやつ読んだので、なんかめっちゃ怒ってたからやめようと思ってやめてた。かわいそう。ねえ、もうさ、だってマノルシア何も悪くないのに。いや、なんか怖い、やめようってなって。いや、かわいそう、かわいそうだよ。でもメアが言うなら呼ぶか。うん、今5人だからあと5人ぐらい。あ、野良猫ちゃん。お、野良猫いいよ。ふみの玉木。うめえ、これ醤油うまい。あ、泊まりね。泊まり、泊まりは私毎日ね、うん、チャットしてるから一方的にでしょ。うん。うん、違う、お互い。お互い。本当？泊まりから来ることもあるよ。本当に？デイリー泊まりだよって来る。マジ？うん、すごいよそれ。あ、ギルザレン3世ギルザレンさん出てくれるかな。し、関わりないけど。私もね、喋ったことない。私も喋ったことない。うん。あ、配信にコメントかなんかくれたことは昔ある。そう、一番最初の頃。ツイッターの DM 開放してるかな。うん。開放してない、ダメだわ。うん。ギル様のさ、おもろい話していい？いいよ。もうさ、私一番大好きなんだけど、うん。海野たまきちゃんと、うん。なんかギル様がコラボかなんかで出てて、うん。わしはなみたいな、兄さん時に貢献するうんぬんかんぬんってなんか言うてて、うんうんうん、みたいな感じで言ってたの。うん、言ってたら野良猫ちゃんが、うん、そんなに貢献したいんだったら毎日配信したらとか言ってて、めっちゃもうこれね、本当に好き、もう本当に好き。最高野良猫。未だに忘れられない。面白すぎだろ。セールパンチしちゃったんだ。本当に面白かった。ギル様さ、ツイッターの DM 開放してない。どうやって誘うんだこれ。マシュマロで誘うか。マシュマロマシュマロで誘う。マシュマロで投稿しよう。こんにちは、犬バハネルですって。マシュマロ送っとこう。マシュマロがあんの、ギル様。ギル様マシュマロある。あとはねるちゃんセレクトがいいです。喋、うん、ったことなさそうな人でもねるちゃんセレクトで。あー、なるほど、いいよ。ねるちゃんのお友達でもいいよ。ねるちゃんのお友達？ちょっと麻雀の男が出てくる。メイカちゃんの。あ、松本。松本さん、そういう喋りたいの？松本さん喋りたいの？松本。うん、なんか松本さんね。でも松本。うん。メイカちゃんとかありだな。メイカちゃん、メイカちゃん面白い。そりゃありますよ。私の初めてのコラボ相手ですよ。え、そうなの？へぇー。え、たぶん。私の初めてのコラボ相手はメイさんですけどね。あー、ありがとう。ね。でも私の初めてはメイカだから。そっかー。誰がいいかなー。みんな誰がいいとこある？ウィさんさん。今んとこ、舞本さん、ロベルさん、パトラ、デビちゃん、マノルシア、フミノタマキちゃん、ギルザレンさん、松本さん。こんなさ、呼ぶ人をさ、配信でさ、リスナーに相談するってある？確かにないな、普通。タカちゃん、ちなみに、懲役太郎は絶対嫌です。あ、わかりました。懲役太郎はなしでいきましょう。あの人、私が1喋ったら100喋るんですよ。私がいらないの、あの人が喋り始めると。確かにね。
よね。あと誰がいいかな。タカちゃん、大井さん話したことあるっけ。あ、あのね、うん、おかちとジャンタマの記念の大会みたいなので、あったな。じゃまともに喋ったの。おかちもほとんどだよね。ちょびっとじゃない、あれも。あの時にまミプレミして、初めましてって言っちゃって。あー、そうだわ。うん、あ、ベアちゃん、あのね、つって。あ、そうでしたってなる。グエル。グエルは、うん、本当に話すことない。そんなこと言うだよ。そんなこと言うだよ。3D おめでとう。 3D おめでとう。鈴木太郎プロとか、太郎さんかわいそうやろ、そんな。なあ、もうちょっとあとじゃ跳ねる注意していく。